ちょん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 タイムスイン。さっき公演見てました、最後のあのハロウィンナイト。そう、仮装で可愛かったね、みんな。だからまあルアも仮装しちゃおうって感じでさっき決めました。デビルです。さあ、ちょっとこんな感じでデビル着てます。ちょっと後ろの羽どうだろう、どうだろう、かわいい。ちょっとあんま見えなくてごめんね。で、角生やしてます。うわこんな感じです。で、ちょっと私はしかも今日あの宿毛矯正に行ってきて髪の毛がまっすぐで、しかもケープをしていないっていう、なのでちょっと頑張って固定したいと思っておりますだからすごい髪の毛がサラサラなの、見てほしい。いいでしょう。あんまりわかんないよね、でもあんまりわかんないけど宿毛矯正をしてきました。いいでしょう。でもやっぱりルアの髪ちょっとね、真っ黒ではないんだよね、やっぱりルアの髪ってちょっと茶色がかってるんです、やっぱり。まあ傷んでるのもあるけど。そう、病院行ってきました。3時間ボケーっとしててやっと終わって、ありがとうございます美容院で爆睡してきたから私。でも毛先は言うて1センチも切ってもらってなくて、実は1センチすら切ってもらってない。毛先だけ整えてもらってって感じです。そう、可愛いでしょう。好きにならなきゃ、こんなワクワクしてきゃ、ちゃ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 、君を好きになって僕は変わった、ちゃ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 ねえ、こんばんは。明日が本物のハロウィンだから、明日は何の仮装しようか迷ってる。何の仮装にしようかね。メイドさん、メイドか、メイドかって感じだよね。ちょっと配信では可愛くいたいからメイドにしようかなって迷って、まあまだ決めてないので確実じゃないですけど、キュンキュンキュン。変顔、変顔仮装ということ、変顔 T シャツ着るみたいなベルボーのコスプレ、いや持ってないです、残念ながら持ってないですね。こういうダンスだったね。なんかチャラチャチャチャ、チャラチャチャチャラチャ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 ラチャチャチャラ、チャラチャチャチャラチャ、チャラチャラチャ、ふう。今日もルアシは早く寝ます。ハンギョドンの仮装、確かに。まあね、仮装って言っても1日しか着ないので、そうね、コスプレをそんなに持ってない、まず。だからさ、毎回思う、なんか JK とかさ、結構今年のハロウィンとかやってハロウィンのさコスプレしてなんか写真撮ってるけどさ、それわざわざ買うわけじゃん、すごいなって思う私は。
ね、すごいね。本当はなんか髪の毛アレンジしたかったんだけど、ちょっと美容院なんでこのストレートさを見さ、あの見せびらかしさせてください。見せびらかし。塩をメルカリ、あ、メルカリという手があるのか、まあ、そういう感じなのかね。そうやって経済回ってるのか、そうかいつも気になるんだよね、いろいろバイトしてるのかなとか、こんばんは。あ、そう、あと TikTok 投稿しました。ゆうなとあんなちゃんのなんかパペットソンソンみたいなやつ、なんかこういうやつ、チャンチャンチャラチャンチャンチャランチャ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 ラチャン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 ってやつ、そう、ぜひ見てください。あ、私いないよ、ちなみに私いないんだけど、投稿したのでさっき見てください。木本姉妹のやつです。やばい、頭が離れない。背中もついてる。あ、これですか。そうです、ついてます。いい、ステッキがないんだけどね。他にもねあるんだよ、いろいろ他にもあるんだけど、これでもワンチャンいい。これでも、あ、いや、よしよし、これでもいいか。これがあったりとか、うん、でも意外とないわここに。そう、これ急いで買ったやつ。ハートのステッキ、ハートのステッキどっか行ったな。ちょっと探すのめんどくさいから探さないけど。でもどっかにありますよ多分。にゃんじゃないけど、にゃん、そう、これ買いましたよ。これとこれ、白もあります。実は白もある。だから手袋。手袋はさすがにね、さすがに手袋はちょっと恥ずかしいけど、まあまた来年も使う時が来れば使おうと思っております。やばい、肩痛い、ちょっと待って、よいしょ、これ取ってですね。あ、あとあれだ、この前使ったやつ、そこメイドさんの時にこれ使うの、こうやって、ちょっと今だとあんまり分かんないな。明日するね、明日メイドさんするからぜひ見てください。明日これやる。ここでリボンして、うこれリボンしてって感じ。明日メイドさん、あ、でも明日何時にするか分かんない、ごめんね。明日は何時だろう、ちょっといろいろ、あ、でも、うん、普通に9時からとか8時とかからできるかもしれない。うん、みんな明日が本番のハッピーハロウィンです。トリックトリート、よいしょ、やべ、リボンうまくいかなかった、ちっちゃい。そう、ハロウィンだよ、ハロウィン。さすがに私みたいな年代がさ、なんか他の人の家行ってさ
トリックアトリートとかやったらやばいのでちょっとまあ私はどうしようかな。お菓子パーティーしたいな、お友達と。お菓子パーティーしよっかな。みんなともしたいよね。みんなともしたい。明日お菓子パーティー配信みたいなしよう。じゃあそうしよう、そうしよう。明日パーティーしよう。ごめん、何時にできるか分かんない、ごめんね。これはちょっと明日お仕事があるのでちょっと分からないんですけど、ちょっとでも急いで早く帰ってきて、そうしましょう。そう、さっきはおばあちゃん、なんか今日もさっきまで友達と電話してたんですけど、そう、そし電話してて終わるじゃん、電話終わって普通にあのリビング戻ってきたら、おばあちゃん氏がい、おばあちゃん氏、おばし、おばしっておかしいかおばしがいて、そうちょっと喋りました。でもそしたらすぐもう行っちゃったから、そんな鍋パーティーは一緒にできてないんだけど、そう今日はルアンの家は鍋パだったので、鍋パを楽しんできました。おばちゃんしおばちゃんしおばあちゃんし、おばあちゃんしちょっとやだな、グラムシマダムシみたいな、マダムシでいいかな。ちょっとおばあちゃん、ま、だってルアシ、兄し、弟し、パパし、ママし、おばし ババシ、なるほどね。マダムシ、どうすればいいんだろう。なんかちょっとおばし、なんかダメ、罪悪感あるな、なんか。おばちゃんし、おばあちゃんし、ちょっとなんか長くない？ちょっと長いかもしれない。グランドマザーズ、それただ英語に変えただけやん。面白いね。グランドマザーし、やばい。グランドマザー、いや確かに。グランマシ。グランマシね。バチャシ、あーね、ちょっとかわいい。ちょっとかわいいね、いいね。バチャシです、バチャシと今日は鍋パしましたみたいな、かわいいじゃん。なるほどね。でマダムシいいよ、マダムシもいいよねバーバシ、あー確かに、バーバーとかね、バーバーいいね。バーバシもいいか、どうしよっかないやどうしよっかな、どうしよう、全部面白いね。そう、まあじゃあその時の気分で読むね、適当に。バーバシ、バーバシかわいい、バーバシかわいいって、もバーバーって呼んだことないんだよね。そう、ずっとあだ名みたいな感じで呼んでて、おばあちゃんとは言ったことがないんだよね。まあなんかそのなんだろう、外に出るとおばあちゃんとか呼び名はさすがに変えるんですけど、それ以外だと普通に呼び名、あだ名みたいな感じで呼んでるので、あんまりおばあちゃんとは呼んだことがなくて、ポロって言っちゃいそうあ、やべでも意外とらポロって言ったことないんだよね。弟の名前もね、兄の名前も頑張ってる普段は普通に名前呼び捨てです。切り替えだよね。いや、音ならないの一番ダサい。切り替えてます。そう、いやでもあれだよ、あの高校生の時も大変だったから、自分のことを。あんまり自分のことを私って言ったことがなくて、この NJT48 に入ってからか、入ってから自分の名前、自分のことを私とか言うようになって、
でもうちとは言ったことないんだよね。なんかうちはとか言う人たまにいるじゃないですか。うちとは私は言ったことなくて、ずっとルアはルアはルアはって言ってたの。一人称がルアだったのね。そうだから候補生の時にルアはとか、そうそれを言うのを頑張って抑えました。私って多分ルアはって言ってないと思う、候補生の時も配信。そう候補生の時は自分でそのツイッペでやってたので、そう2番でやってたので、そうだからそう私はツイッペと思って、ルアではないって思いながらやってました。はい、切り替えこれが切り替えです。そう頑張ってた。確かに私その時から死あったのかな、死ね、ルア氏の死、私ルア氏自分の名前にちゃんつけてる子いた。ルアちゃんはってこと？いやなんかたまにその ネタみたいな感じで言うことはあるけど、なんかルアちゃんはとか言ってるけど、なんか小さい頃でもあんまりルアちゃんはとか言ったことないし、あんまり聞いたことないかも。うん。でもルアの周りはみんなうちとか言ってて、あうちかって思ってたけど、ずっとルアはって言って生きてきた。そうでなんか自分ではそのルアって言えてるつもりだから、あんまり口を動かさずに言うんですよ。ルアはみたいな、ルアはって言うから、だから周りからなんて言ったみたいな、ラーってよく言われて、いやルアですっていつも適当に流してルアはって言ってるから、そうラーちゃんだと思われるし、逆にはっきり言いすぎるとルアですって言うと、ルアですかっていう、いや違います、ルアです。そうこれちょっと難しいんだよね。なんか気を抜きすぎるとラーって聞こえるし、なんかめちゃめちゃはっきり言うとルワに聞こえるんだよね。ちょっとこれ難しいんだよね。ルアです、ルアです、ルアです、ルア、ルア、アがちょっと言いにくいのかな、ルからのアルからのアルアです、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 イソベルアです、イソベルアです。あれだよね、なんか中学2年生17歳のイソベルアです、イソベルアですって言ってるもんね。ルイソベルアですって、ちょっとごめん、なんかいっぱい言いすぎてよく分からなくなってきた。だからちょっと変に聞こえるのかな、イソベルアですあ、知ってくれてる人はね、結構その流して聞いてるかもしれないけど、そう初めて聞いた人聞き取れない、そうえ、もう中学2年生って言ったやばい、3年間も若返った、すいません、高校2年生です、やば、いやちょっとフレッシュですね、中学2年生17歳のアイドル人生で一回も中学2年生って言ったことない、中学2年生17歳のベルちゃんことイソベルアです、よろしくお願いします。最近劇場公演でなんかそのよろしくお願いしますって言ってお辞儀をすると、ベルちゃん、ベルちゃん、ベルちゃんが一番可愛いよ、ベルちゃんっていっぱい聞こえてきて、すごい嬉しくなりました。そう最近すごい毎回のようにあって嬉しいんだよね。そうだからあえてお辞儀長くしてる待ってるこうお辞儀しながらそしたら来るから、そう嬉しくて、ありがとね。そうなんか普通によろしくお願いしますのお辞儀ももちろんあるんですけど、ちょっとこの待ってるコールを待ってるお辞儀もあるそうだからちょっと長めにお辞儀ってますなので長いので全然もうベルちゃーんって長く言っていただいて大丈夫です
だからみんな言ってね、言わないとずっとお辞儀してるかもしれない。ルアシ、あ、ルアシでもいいよ。なんかそういう時は全然ルアシでもいいんだけど、そうコーラーベルちゃんだからそうね。でも紛らわしくなるよね最近。すごいなんかどなたでもルアシって言ってくださる方が多くなって、そうでもコーラーベルちゃんなんだみたいな、なんかよくわかんなくなるもんね。うん、ありがとうみんな待ってるね。じゃあだからシーってなったら私ずっとお辞儀するからね。うん、コール来るまでずっとお辞儀します。あ、そうおしゃべり会とか全然ルアシ何でも、全然何でも呼んでいただいて大丈夫です。ゆうちゃん大好き。え、全然嬉しいよ、ありがとう。結構その他の人でも、他のメンバーさんでも何々ちゃんっていうコールの名前が多いので、そうだからもうベル、ベルをめっちゃ強く言っていただくと結構聞こえやすいかなって思います。ねえ。そうベルちゃんです。イソッペ、イソッペあんまり言われたことない。けどなんかイソッペもいいなと思って候補に出したらすぐ却下されました。誰かから却下されたんだよね。そう誰かから却下されて、イソッペダメか。ね、いや今頃さ、今頃そのツイッペの名前をちょっと継承して、まあ例えばツイッペとか、あとなんだろう、まあイソッペとかにしてたら私の人生どうなってたんだろうっていうのもちょっと想像できるよね。なんかどうなってたんだろう、イソッペですみたいな、やだ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 、ちょっと待って、ペッとか言われそう、ペッって、ベルッペ、あベルッペいいね、ベニッペ、ベニッペだそれは、ベルッペも可愛くない、ベルッペですペッみたいな。ベルッペペってちょっとあざとい系になっちゃうか、それだとちょっと違うな。うん、ちょっと違うなやっぱり。え、でもツイッペは本当に今でも大好きな名前です。だって今ツイッペっていうあだ名の人いなくない？なんかそんなにその大々的にツイッペって呼ばれてる方多分いらっしゃらないと思うんですよね。そうだからすごいツイッペは伝説のあだ名です。ウキウキワク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 。始末イソッペ、あぜひぜひぜひ、もうほんと何でもいいです、何でも呼んでいただいて大丈夫です。もうベルボーでもいいです。ベルボーって叫んでも大丈夫だよ。ヒロカッペだとヒロカッペになっちゃった。ヒロカッペ確かに、だからもし私がベルッペだったらベルッペとヒロカッペですみたいな、なんつう、あヒロカッペ、あれ、え待って待って、ベルッペとヒロカッピです、なんかピペみたいな、二人合わせてピペちゃんつですみたいな。ちょっと待って、あんた本当にわかんない、え、なんだ、ヒロカッピとベルッペでピペちゃんつ。何それ。いやダサすぎ、いや本当にベルッピはちょっと無理があるな、ちょっと無理がある。ピペちゃんとね。言いにくいって、ちょっとこれは滑舌悪くなります。ピペちゃんとです。よろしくお願いします。イソッピちょっと可愛いっちゃ可愛いけど、やっぱりヒロカッピなんだよね。うん、カッピって感じ。そう、その下の方のとこでカッピじゃん。あとその磯崎奈々ちゃんもよく磯って言われてて、でも磯って言うと私が振り向くんですよね、磯って。でも毎回奈々ちゃんだから、あ違う私じゃない。でも最近ちょっと慣れてきたけどね。そう磯ってみんな言うから、もう私も反応しちゃって、え、でもルアの時イソって言ってくれないじゃんって。
ね、あ、そう、磯丸って私もまあ磯丸っちゃ磯丸じゃない？違う？だってわかんない、その磯丸っていうその名前の由来がわからないんだけど、その磯崎奈々ちゃんにその丸っていうのはついてないじゃないですか。だから別に私が磯丸でもいいわけじゃないですか。え？磯丸と磯ベルでみたいな。マルベルです、よろしくお願いします。ちょっともう何でもいいかも、もう何でも呼んでください、これからその日の。磯丸水産、ああね、あざ丸水産みたいな感じね。うん、丸い対抗して四角な四角四角イソベル、え、イソベルもよくない？イソベル可愛いよ。イソ丸、あ、まあ、違う、やばい、すぐイソ丸に、イソベル、イソベル可愛いね、イソベルって呼んでみんな。イソベル、イソベルです。磯部丸ちょっと長い。磯部丸ってなんか本当にここになんかナルトみたいな感じつけてそうじゃん、ここにね、ナルトみたいな。ソベルは、ソベルははちょっと。ソベルは、ソベルは、いいでもいいね、なんか今考えるといろ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 あったね、あだ名、うん、いろいろあった、うん、まあ何でもいいけどね、本当に結局そう、本当に何でも嬉しい、わごめん、確かにあがないだけだね、イソベルあ。そう、私全部で5文字しかないからさ、ちょっとお水飲みます、すいません。磯辺巻き？磯辺巻き？どうぞ。磯辺巻き。磯辺揚げとかね、よく言われてましたけど。おい磯辺。そう、おい磯の、磯のじゃないのそれ。あれ磯のだっけ？ちびまる子ちゃん。あ、違う、サザエさんだっけ？サザエでございまーす。とっちゃ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 。やば、さっき最初お魚くわえてたけど分かったから、あ、エンディング、エンディングってなんだっけ、さーて来週の最後はゲームいいよ、おいそうです、え、エンディングってなんだっけ、あ、さあさーて来週の磯部さん、磯部さんやばい、磯部さんは面白い、来週も見てくださいね、じゃんけんぺい、うふふふふふ、いや炎上する、炎上する、真面目にじゃんけんしようと思ったのにテイで煽られましたとか言われそう。愉快だなぁ、チェンチェンルルじゃん、
カーンってやつか。最後すごい音鳴るよね。今日もいい天気、ちょ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 。ルアシも果物、何の果物割って入ろうかな。パイナップル好きだから、パイナップルから出てきたよ。変えてやばい、サザエさん見たくなってきたじゃん。いや本当にサザエさん大好きで、そうやっぱりそうですね、あのさっきもコメント欄にあったんですけど、日曜日、あど、うん、もともと日曜日だよね確か。そう、なんかルア結構昔は、まあ、毎週日曜日おばあちゃん家に遊びに行くことが多くて、よくおばあちゃん家でサザエさんと、あとちびまる子ちゃんがあの流れていた印象があって、そう、それをなんか見るたびに、あ、明日から学校だなみたいな、明日宿題やってないなみたいなな感じだ、思ってたので、懐かしいよね。でも今本当に全然見てなくて、たまにやってると結構ラッキーだなって逆に感じちゃうんだよね。うん、そうそうそう。あ、でもなんかドラえもんとかクレヨンしんちゃんも本当に大好きなんですけど、それも結構昔は金曜日の夕方、夜だったっけ昔だけど、なんか土曜日のね夕方になって、うん、なんかそこから結構見る機会っていうのは減ってしまったんですけど、うん、笑点とかもある、確かに確かに、うん、いや、なんかそう、そこら辺流れがあったよね、この次これだみたいな、うん、懐かしいな。ドラ顔じゃんけんじゃんけん、ドラ顔じゃんけんじゃんけん、ほっぺをあっぷぷ、僕の顔、お口をチュチュッと、チョキの顔、お顔がわっは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 っ、天を出しました、来週も見てねってやつ。ちょっとドラえもんの真似できなかった、ごめんなさいちょっとダメな、いや、ドラえもんちょっとやばい、なんか化学反応が起きた、なんかドラえもんの声してたよ、なんかドラえもんのび太くん背中なんかつ、あ、そう、羽がついてます、ユーハの羽がついてます、ドラえもんのび太くんってなんだろう、ドラえもんだよね、ドラえもん、これもちょっとおかしいな、スネ夫、ジェイアン、いてやばすぎでしょ、いてこんな感じで来そうな声してたけど、ジェイヤーいてダメだったすいません、スネオダメだな。でジャイアンはなんだろう、おい伸びたいや違う、それちょっとスネ夫入ってた、おい伸びた、いや逆球しようぜやばい、かすれてもないね、静香ちゃんわかんない、のび太さん、で、出来すぎくんはなんだ、出来すぎ静香ちゃん、え、ちょ静香ちゃん違うな、なんか違うな、可愛くなっちゃうな、出来すぎくんちょっと可愛くなっちゃう、静香ちゃんくらいか、ドラミちゃんってどういう声だっけ、
ドラえもんやばすぎでしょ。ちょっとこれやばい。じゃいや、痛い痛いって。あ、ダメだね。あ、そうだ、お兄ちゃんか。お兄ちゃん、ドラミちゃんはお兄ちゃんって呼ぶのか。いや、いいな、あの兄弟関係いいね。いや、あれ兄弟じゃないよね。でも兄弟じゃないか、兄弟関係とか兄弟じゃないわ。いまいちよく分かってないんだよね。あれはネズミになって出会ったのかな。いくらちゃん、いくらちゃんなんだっけ。タラちゃんです、タラちゃんです。兄弟、本物の兄弟なの。へえ、そうなんだ。グッドイブニングキュータイプキュー。あ、ありがとうございます。ドラえもんは猫型ロボット。そうだよね、イクラちゃんじゃなくてタラちゃん。イクラちゃんなんだっけ。いくらです。今日はモノマネ大会ね。スネオくん、スネオくんはもうやりすぎた、もうやりすぎた。いくらちゃんは、はーい、はーい、はー、はーい。勉強しまーす。もっと勉強します。やばいね、全然ハロウィン感ないけど大丈夫。一応私今デビルです。デビル、デビル、デビル、デビル感全くない配信だった。ね、モノマネ、いや本当に特徴はつかめてないけど、いやこのに似せようと頑張った私にマジ拍手じゃない、もう。素晴らしい、本当に頑張った、ロアちゃん頑張った。いやマジ頑張った、全然全く似てないけど頑張ったくない。一番何が、スネ夫が一番似てたんじゃない。パチパチありがとう。いや、あのめげずに頑張ったよね。一回もいや無理諦めますとかじゃなくて全部頑張ってみたから。行き場かけてきて、おー、お帰りなさいませ。誰を見に行ったんですか今日は。よいしょ。いくらです、いくらです。ストレス解消法、え、なんだろうね。え、なんでもなんかいろいろあってもとりあえず寝ればなんか、なんでもとりあえずはその時の気持ち、なんだろう、なんかそのうわーってなってる感情をとりあえず抑えれるのは一番は睡眠だと思ってるので、やっぱり寝ることじゃないですかね。そう、私寝るの大好きだからとか言いながら いつも夜更かししてるけど、結局は寝るの大好きです。確かに悪気、いやー、やった、歌えないですけど、でも本当に今こんな尻尾してます、今。もうすぐ曲がる尻尾。筋肉を触らせて、どんな感じなのか。見て、いろんな方向に曲がるの。歩き、ぽっ。じゃ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 。ルバ行ってくる。お、行ってらっしゃいませ。そ
そう、ジャイアン、ジャイアンはそうなんかいい人だとは私は思ってるけど、でもすごいまあ料理とかも独特なねクッキングをしてますし、うん、いや、イソキ、いやいや、だったらルアキーじゃない？イソキ、いや、ルアキーじゃない？どうだろう？ね、ジャイアンは野球が好きなんですかね？あ、確かに、ジャイアン、あれだね、耳が痛くなるほどのね、熱唱しますからね。うわー。響いてわーって、ね、今日は歩きね、ジャイアンの歌い方ってすごいよね。でもすごいなんか楽しく歌ってるよね。楽しければ一番ってなんか本当にその通りだと私は思っていて、別にジャイアンに共感してるわけじゃないけど、別にジャイアンに共感してるわけじゃないんだけど、なんかすごいなんかジャイアン楽しそうでいいんじゃないって。うん、そう思うよ。あーぷーね、ボイトレしたらうまい。確かにジャイアンボイトレしよう。色素薄い、色素薄いって何？なんか薄いるわ。はかない、なんか消えちゃう私。薄いってどういうこと？あ、髪の色が薄いってことかな。よっ、薄いかも。それはそれ、なんか今日も美容院さんだって、美容師さんになんか猫っ毛ですねって言われて、あ、猫なんだと思って、私って猫の髪してるんだと思って、猫っ毛らしいです。なんかすぐふわふわしてどっか行きますよねって言われて、あ、確かにそうですって言って、そう、なんかやっぱりだから私は毎回アイロンしてないとダメなんだなっていうのにちょっと今日気づいて、そう、猫っ毛らしい。にゃー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 にゃんにゃんがいた、ちょうど。ちょうどね、ちょうど。絶対アイドルやめろ。なんかこれも結構ニャーニャーって昨日歌ったやつ、絶対アイドルやめないでってやつ。眩しい君が世界一だよ、君の努力、私の愛、成り立つこの関係は、強くて脆いの、もしの幸せを願った。だけど、でもね、だって君はアイドルよ、ずっと
やばい、ずっと歌っちゃうからちょっとここら辺でやめとこう。ここら辺でね。髪伸びまくった。おお、それはじゃあ切りましょうか。切りましょうか。みんなも切ろう。私でも言うて1センチも切ってない、ごめんね。一生1センチも切ってないんだけど、みんなも切ろう。もうやばっ、見てこんなるわ。髪明るい、髪明るい。キャー、染めてないよ。今日スクショ撮りすぎて、え、嬉しい、イエーイ。イエイイエイイエイ、ありがとうありがとう。明日サイン届く。お、え、明日ですか。え、嬉しい。絶対みんなあのこれ届きましたって言ってね。ぜひぜひぜひお願いします。え、嬉しい、ありがとう。そう、なんか あの明日じゃあインスタとかに載っけよっかな。そう、なんか私本当にめちゃめちゃ時間をかけて書いて今回。そうだからみんながどういう反応してくれるかとか結構緊張してるんだけど、喜んでくれたら嬉しいなって何より思っていて、なんか今回誰に届くかわからないからこそどう書くか迷ったし、そうなんかね、本当に喜んでもらえる作品かわからないんだけど、どうか楽しみにしていただけたら嬉しいです。いや本当に誰に何が当たるかわからないから、そこだけがちょっと不安ですね。めっちゃ不安で。そう、でもなんか私は一枚一枚なんか同じ系統を書くのがあんまりだったので、できるだけ違う、ちょっとでも違う、なんだろう、絵文字にしたりだとか装飾にしたので、まああなただけの特別の一枚や二枚になってると思います。多分ね、どうだろう、わからない、ちょっとどうだろうか、ちょっとそれは、まあ、私毎回ハードル上げてるね。ハードル上げてるね。どんなビルちゃんない、喜んで受け取る、ありがとうございます。そう、嬉しい気持ちになってくれたら何よりです。どうだろう、いや本当に、いや分かんないよ。めちゃめちゃ単押しの方になんかルアシ単押しじゃないとやだよみたいなのが届いたら、ちょっとまあ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 、まあ、それでも意味は合ってるか。そう、いや今適当に言ったんですけど、多分これはさすがに書いてないかも。え、分かんない、忘れた、何書いたっけ。どうだろうね。でも本当にそう、12時間かけて、12時間ほぼその場から動かず、何も食べず、ほぼ携帯も見ずで、ずっと必死に書いてて、そう、何回も目薬して、眠たい、書かないと。目バッキバキで書いたんで、あ、やばい、な、3分、ありがとう。そう、いや、でもどう、いや、わかんないけど、でも喜んでいただけたら、それはそれで本当に嬉しいので、ぜひ見てください。届いたら教えてね。届いたらなんか何々届きましたとか言ってほしい。そう、なんか本当に妥協したくなかったので、本当に1枚に何分もかけたし、そう、なんか10秒でテテイって終わったやつは本当に1個もないです。本当に1つずつこれは何にしようかなってちゃんと1枚ずつ向き合って書いたので、はい、届くの楽しみにしてます、私も皆さんの元に。ってことで少しタイムしますね。やばい、時間やばいか、いけるか。どうだ、撮れたかな。ありがとうございます。全然スクショタイムじゃない写真も漏れてたらぜひあげてください。ありがとうございます、いつも。ってことでお礼させてください。10歳小川真氏、ありがとうございます。12マサ333氏、ありがとうございます。11位ミッチー氏、ありがとうございます。10位ふわふわ氏、ありがとうございます。9位坂井翔純氏、ありがとうございます。8位アイス新潟氏、ありがとうございます。7位かきこ氏、ありがとうございます。6位中野氏、ありがとうございます。5位クロロ氏、ありがとうございます。4位友蔵氏、ありがとうございます。3位春507氏、ありがとうございます。2位セッテンガー氏、ありがとうございます。そして1位はジャカ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 ポイヒロシです、ありがとうございます。パチパチパチ。
パチ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 、ありがとうヒロシ。明日じゃあお菓子パーティーするから。そう、さっきコメント欄にね書いてくれたよね、お菓子ぜひ用意して待っててください。明日も来てね、ありがとう。夜します、夜。多分でも今みたいに遅い時間にギリギリまで10時までやろうと思ってるので、ぜひ来てください、お願いします。そう、明日お菓子パーティーしよう、みんなで。ハロウィンだしね。で明日はメイドさんします。ご主人様ってするから、ちょっと恥ずかしながら頑張ります。そんなキャラじゃないんだけどそんなキャラじゃないんだけどね。じゃあバイバイ、ありがとうございました。そう、今日は前夜祭だった。バイバイデビルー、いでバイバーイ。お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞ。